何やってんすか。おざます。広くなってる。ライトついてる。セクションは増えてない。何作ってんすか。埃よけ。ほ、なんかこっちが作るんすか。ランプ行くよ。ランプ。ランプ？ランプ行くよ。ええー。でかいの。何メーター？横10メーター。本当に？行きますよ。ええー。エクステンションつけるんすか。うん、やば。楽しみにしてます。何のカーテンかと思った。あ、こんにちは。お兄ちゃん久しぶりですね。プライベートパークでリハビリしようかなと。お久しぶりです。構えとるね。名前なんていうんですか。名前は清水。あ、よろしくお願いします。なんかバリヒがうまいって聞いてるんで。あ、そうですね。じゃあちょっと行きましょうか。おー、マジで。あ、行く。いきなり、いきなり。かっこいいっすね。いやいや、ちゃんとアップしときましょう。あのね、ほんと怪我してるんで。そうですね。もうね、ダニーウェイか清水純かっていうぐらい体ぶっ壊してるから。え、ほんとにバリヒしてくれるんすか、いきなり。はい。ちょっとサポーターとかまだ何もしないんですけど。はい。マジで細胞がしてて見たことないサポーターしとるっすね。さらに2個目ですね。ここにウレタンが入って衝撃吸収するタイプのやつなんやけど、うわ、これをこうはめるわけですよ。マジか。これで足がもうこれ以上曲がらないんですね。なるほど。もう強制的に曲がらなくさせてるんですね。着地とかでミスってバーンってなったことがまだないから、だったらどうなるかなっていう怖さもね。あ、もう下の準備 OK ですか。下の準備まだっす。あ、まだするんすか。まだあるんすか、下の準備。まだあるっす。大変やな。まあこの辺もうバッサリカットしてますけどね。カットしてる。足首ね。それはもう昔からね。準備が大変。いや、来てさっと滑れないっすね。そうよ。だけど本当バリギリを最初にしたのはミラクルね。レオだから特別だと思う。ファーストトライ行きましょう。はい、こっからっすよね。こっからが本当のファーストトライ。行きます。はい、お願いします。おお、さすが、さすが。
って軟骨がなくなってるのと、あとは滑膜損傷、半月板を手術してこの時に軟骨損傷してるのが分かって、まあ、多分それが原因だろうって言われたけども、それ以外にも滑膜も損傷してるっていうのもあって、だからトリプルパンチ状態ですね。うまっ。いや、さすが、ごちそうさまです。純くん、バリ教えてくださいバリ、昔純くんにバリヒ教えてくださいって聞いた時に、うん、ある一つの、うん、マジで超秘訣、あの前足の使い方、あれ教えてもらってマジでできるようになったんで、僕と純くんだけじゃなくて日本中のスケーターに広めたいなと思ってて、みんなでバリヒ上手くなったらやっぱ嬉しいじゃないですか純くんは僕が知る限り、今までスケボー22年やってきた限り、バリヒで言うと本当に国内で3本の指には入るバリヒの持ち主だと思うんで、シミ純のバリヒ教えてください。膝を怪我してて本当1割ぐらいの力なんだけど、それでもサクッとできるバリヒ、 OK お願いします。じゃあ、いや靴ひも直しすぎやろさっきからずっと靴ひもばっかりしよるやな、しようとって早くバリヒしてよそんな靴ひも、なんか問題ありました？おー、うまこっち側にヒールを入れるやり方とこっち側にヒールを入れるやり方で、え、それ使い分けてるんですか？使い分けれるね。もともとはこっち側にするやり方だから、こっち側にした方がメイク率は高いんだけど、でも回りすぎるんだよね。回転が 3D になって、わかるぞ、わかるぞ。あの P ロットとかそうっすよね。そうちょっとこう回りすぎっすよね。190度ぐらいいくバリヒっすよね。でもあれ結構理想っすよね。あれもが、だから要するにメイクしやすいんよ。軸が 3D で真ん中で安定するから、あっちはメイクしやすいんやけど、はい、回転が俺は好きじゃなくて立たせたくて、でそれをするためにはこっち側にこうヒールを入れるんよね。フロントポップが上手い人はこっちでいい、はい、フロントポップが下手な人はこっちに回した方がいい、はあ、あ、なるほど。そう、バリアルヒールのポイントはもうデッキに乗ってる時のこのここのスタンスとこの圧力ですね。はあ、はあ、この圧力で、はい、このエッジを立たせる とにかくこっちをこういう風にする、あ、なるほどね、圧力をデッキに乗ってる時から作っておいて、はい、で前足だけだとこうなってこっちが浮いちゃうから、それをこっちの足で押さえる、ほうほうほう、反発させてるんですね。反発させてる。でこれを踏んで、なるほど、それが秘訣ですね。それが秘訣です。もうちょい言うと、はい、それがこの上がってくる時にこう、はい、つま先立てるような感じ。つま先立てて前に抜いてあげる。前に抜く。なるほど。ここを、なるほど、ね。おお、うまっ。マジし、ショービット感覚っすね。ショービット感覚ですね。です。わかりました今ので。全然わからん。純さん、今のバリヒどうでした？僕の点数をつけるなら何点ぐらいですか？100点。いや絶対うるせえ
最近使ってるセットアップ教えてください。デッキはね、はい、僕のシグネチャーで、あ、どうかっす。フラックはロイヤル、はい、ベアリングはザベアリングの X10 ってやつですね。超速いやつ、超速いやつ。あとはエスカボって言ってたスケートのバックパック、はい、あと中井、中井調子いいっすか。中井かなり欲しい。あと紫と僕らのチームですね、 FLC。あとプレイフォーグリップって、これは僕がやってるブランドで、噂のグリップ、 E とローマ数字の4ですね。これ意味はどういう意味なんですか、プレイフォーグリップ。プレイフォーグリップはスケートボード×社会貢献がコンセプトのブランドで、ほうほう、で1枚あたりまあ大体50円ぐらいの寄付になるんですけど、売り上げの 1,2 割を激震災害とかがあった時の寄付に回してる、ね、なるほど。いや素晴らしいですね。なんかちょっと前に1回寄付してましたよね。そうそうそう、こんなご時世だからこそみんな一丸となってプレイフォー乗ることで、そう、困ってる人たちが助かると。よろしくお願いします。もう終わりですかね、今日は。もう今日終わりっす、ね、お着替えタイム2時間半滑ったら膝がそろそろ。いや結構久しぶりにセッションしましたね。1年ぶりそんぐらいっすね。着替え大変そうっすね。着替えも大変やしね、荷物が多いのよね。でもここまでしてね、やっぱね滑りたいんだよね。俺らにはもうスケボーしか残されてないっすもんね。もうほんと病気だよね。